い、ゴージャさんとか日本にまつわったりしたことありますか？日本にまつわったよね。ほら、海賊だからさ、ね、海にいるじゃない、いつも。宇宙海賊。この顔もいい。これいないですよ。ソマリア近郊にもいないですよ、これ。目立っちゃって、やっちゃいますね。捕まっちゃいます。リコ乗っけてんだよ。リコ乗っけてんのね。じゃ浮いてるわけだよ。そう、浮いてんの、宇宙海賊。そうか。一回ちゃんと調べて。どんどん浮いていきましょう。ねうん、私ね、うん、もうね、今浮いてる水準に考えた。お、考えた？はい、OK です。決まりました。本当に？お願いします。よし。エコーベイ、私の声も響きます。ありがとうございます。エコーベイエコーベイエコーベイあったよ。エコーベイもう、あ、もう都市に行ってるんだね。国名を超えて都市に行ってるんだ。さすが、すごいですね。一歩先を行く一歩先を行く、かえちゃん、かえひろみ、トレンドを掴んでるかもしれない。さすが。そうなのね、この文字は全部、うん、あの国じゃない。どっから行ったの？どっから行ったの？あ、ほら、エコーベイ。エコーベイ。ここの、ほら、カナダの上の。これはオーロラが見れるところの一角。ね、虹色が見えるかもしれない。続きまして、ゴージャスさんから一句、はい、お願いします。はい。この土地を売るくらいならウクライナ。これここウクライナ。だー。イエーイ。ちょっと、ね、来ましたね。今ちょっとねウクライナは情勢に揺れてるんですけど。ちょっとね僕はね大体ねあんまりね危ない国やらないんですけども、ちょっとここはね攻めてみたい。やっぱ3日目にしてね、やっぱりね、うん、ウクライナの情勢とかみんなも知ってもらいたいということで、うんね、これを機にね分かっていただいて、この教養番組のね要素もちょっと出していかなきゃいけないですね。そういうことね、替え玉にもね教養を身につけてくれたわけだ。これ危ないんじゃないかなっていうのを触れていこう。だから今回僕もね、替えちゃんの番組出たわけですから。確かに危ないものみたいな、本当に、ね、この対決を受けまして、よし、ドスコイマネージャー判定をお願いします。ダメだから、いくぞ。ジャスコさん、やったやったよっしゃすごいよ、よっしゃやった。3日目にしてよっしゃ一生がこんなに本気でやってくれたの初めてだと思います。ゴンジャさんからあのお知らせなど、お知らせ忘れてましたけど、勝利1日目にしていいんですか？祝杯が祝杯ですね。一応ですね、10月の27日かな、一応、うん、売れます。おなんか僕テレビとかあるわけじゃないんですけど売れるかな。この時に売れるんだ ね、 これね、10月27日ぐらいに、ね、そう、これオンエアがある頃かな、うん、おこれが、うん、あれかな、きっかけ、きっかけ、世界一周これに出たら、うん、あのザ・漫才の50組残るって、うん、認定漫才残るって言って、エルシャさんも富士山も出て全員ダメだった。いや、笑い事ない地獄の番組。ゴージャスさんからね、うん、目利かしていきましょう。僕はそういう賞レースとか出ないから。賞レース、うん、賞レース出ない人だから。宇宙海賊だもんね。海賊だから荒らしていくだけ。さあ、みんなで明日もどんどん荒らして